どうも。それじゃあまたな。おい、アスナ。あ、キリト君。ねえ、そろそろキズメルのクエストを進めに行かない？封印の聖女を探しに行くってことだよな。もちろん構わないけど。言ったでしょ、もう迷わないって。もちろん本音を言えば寂しいけど、早くキズメルの仲間を助けてあげないと。ああ、そうだな。それじゃあ行こうか。待っていたぞ、二人とも。やっほー、キズメル。封印の聖女を探しに来たよ。元気だな、アスナ。頼りになる。任せて。それじゃ探索を開始しよう。封印の聖女か。だが、一体ここで何をすれば。祭壇にくぼみがあるな。きっとこれは精霊さんたちからもらった結晶をはめるんだろうね。置いてみよう。青き精霊の結晶がここで、黒き精霊の結晶がここか。あ、一つ足りないね。最初にもらった火色の精霊の結晶だ。最初にもらった？それはもしや石化の呪いにかけられた私を救うために使ったものか？ああ、私を助けるがためにこの森を救うことができなくなったというのか？キズメル。キズメルの言う通り、もうこのクエスト、この森を救うことはできないのか。いや、そうとは思えない。もしクリアが不能なら、その時点でクエストは失敗となるはず。森が荒れていくのって妖魔が原因なんだよな。うん、精霊たちはそう言っていたけど。
だから精霊たちの力を束ね封印を行ってほしいと、そう訴えていたの。でも妖魔が原因なら封印じゃなく倒してもいいんじゃないか。そんなことができるのだろうか。倒せるかどうかなら心配してないよ。俺たちなら絶対に勝てる。確かにその方が私たち向きで手っ取り早いかも。そうなったら、なんだ、森の木が動いてる。違う、モンスターだ。ザ・デビリッシュ・トレント、こいつが悪しき樹木の妖魔か。カーソルが真っ赤だね。けど負ける気なんかないだろ。もちろん。キズメル、準備はいい？大丈夫だ。ソラサラを信じている。共に戦おう。よし、行くぞ。勝てたみたいだな。はあ、よかった。森の木々がざわめいている。森が元に戻っていっているんだ。確かに重く湿ったような気配が消えた。迷いの森も元に戻ったのかもしれないね。私の仲間たちは？きっと戻っていると思うぜ。会いに行ってみよう。キズメル様。みんな呪いが解けて。申し訳ありません。見回り中に木の化け物が襲ってきて、私たちはてっきり自分は死んだものだと思い込んでいました。またこうしてキズメル様にお会いできるとは。ここにいる人族、いや、私の友人のおかげでこの森は救われた。まさしく勇者。
ありがとう。そなたらのおかげでみんなを救えた。キリト、アスナ、この恩は決して忘れはしない。俺たちもキズネルに会えて嬉しかった。うん、キズメル。ああ、私もそなたらに出会えて本当によかった。私もだよ。これからも仲間として共に歩んでいこう。うん、キズメル。え？これからも？キズメル、あの。この恩はいくら礼を言っても返しきれない。だからせめてこれからはそなたらの冒険を手助けさせてくれ。倒木収集の作業があるが、何、時間はうまく作ってみせるさ。私はこれからもそなたらと共にありたいのだ。キズメル！どうした、アスナ。お別れ？悪いが、私は仲間と簡単に別れなどしないぞ。これからもキズメルと一緒にいられる。SAO と同じようにもう少しだけ彼女と一緒に冒険ができるんだ。なら
今度こそ。どうしたの、キリト君。いや、なんでもないよ。それより、今回の一番の報酬はキズメルとのこれからの時間だな。うん、また一緒にたくさん冒険しようね。キズメル、改めてこれからもよろしくな。いつでも待っているぞ、アスナ、キリト。